今国会のコロナでですね、さまざまな異例な対応もありましたし、いろいろ難しかった面もあると思うんですが、振り返ってのそこもお願いいたします。全体振り返ってですね、コロナ危機という戦後最悪の、危機の下でですね、国民の切実な願いを、受けてですね、さまざまな面で、野党が、重要な成果を勝ち取ることができたと思っております。で、特に1人一律10万円の特別給付金の実現、それから雇用調整助成金の上限額の大幅引き上げ、家賃支援の枠組みを作らせたこと、 PCR 検査センターの拡充、それから医療機関への減収補填、こういう点でですね、かなり、政治を前に動かす、対策を前に動かす、そういう仕事が野党としてできたし、共産党としても貢献ができたと思っております。ただですね、第2波への備え、これ本当に今大事なところです。で、その備えという点ではですね、検査の体制、医療の体制、学校の体制、さまざまな面でですね、しっかり備えやんなきゃならない、この仕事が残っております。というか、この仕事はいよいよこれからが重要になってくると思います。そして同時にですね、政府が決めたさまざまな施策の執行をですね、早くさせると、何もかもがあまりに遅いという問題があります。ですから、この仕事を早くさせる、そしてさまざまな、施策の中に現れた利権の構造、これしっかりメスを入れて、無駄をなくしていく、こういう取り組みは、引き続きしっかりやっていきたいと思っております。そんなところです。閉会中もですね、週に一度、それぞれ衆参それぞれ委員会を開くということで合意してました。これも異例なことだと思うんですが、これについていかがでしょうか。これ自体はですね、閉会中のルールとしては前進だと思いますが、本来はね、会期を大幅延長すべきだったと思います。で、野党としては今年末までの大幅な会期の延長を求めました。で、なぜならば、この新型コロナは収束してないからですよ。で、第1波で多くの人が傷ついている、こういう人たちの生活制御を守り抜く必要がある、第2波に対する備えをしっかりやる必要がある。で、この時に国会休んでられるのかと、到底ですね、休めるような状況じゃないんですね。国会は仕事をしなきゃならない、こういう大事な場面ですから、本来はですね、大幅な会期の延長をやるべきだったと思いますし、それに背を向けたことは厳しく批判したいと思います。しかし、ともかくもね、閉会中の一定の審査のルールを、確認しましたので、一つ一つそれを実行させていきたいと思っております。行政監視の機能はしっかりやっていく、そしてさまざまな施策を前に進める努力もしっかりやっていく、そのつもりです。各社お願いします。すみません、NHK 奥住です、はい、閉会中審査なんですけれども、各委員会はセットされましたけれども、内容を見ると総理大臣はできる出てこないということになると思います。予算委員会についても参考人プラス西村大臣なので、そういう結局総理が出てこないという場での審査になったことについて、政府与党の姿勢どのようにご覧になってますか。これはね、これからも求めていきますよ、総理の出席を。で、これはやはり完全にがっちり決まったもんじゃないですから。で、国民の世論で、国民が総理もきちんと出て説明すべきだという世論以下でね、いくらでも変えられる。ですから、やはり総理が出てこなかったら、各委員会もそうですし、予算委員会もそうです。ですから、総理の出席を我々としては引き続き求めてきました。それと、すみません、別件ですが、イージス・アショアの関係で、結局国会では十分な審議されないままに終わるという形になってしまったと思うんですが、このイージス・アショアの政策変更について、日本の安全保障上どういった問題点があるとお考えか、また国会で今後どう追及したいか教えてください。このイージス・アショアの計画の停止で、これはですね、やはり破綻を意味していると思うんですよ。この計画にそもそも道理がなかった、破綻を意味している。で、多くの地元の方々の批判の前に撤回せざるを得なくなってきた、破綻を意味していると思います。で、そのいろんな新たこうだと理屈つけていますが、予定のところに落ちないとかね、そういう技術上の問題言っておりますが、そんな問題は最初から分かっていたことで、
ですからまさに政策破綻が明らかになったことだと思います。でそういうもとでですね、私たちは白紙撤回を求めていきますけれども、やはりここまでずるずると引っ張ってきてね、無駄に税金入れたわけですよ。この責任を厳しく追及しなくちゃいけない、こう思いますね。もう早くこういう愚かなね計画を最初からね諦めていれば決定をつかまないで済んだんです。税金を無駄に使った、この責任は問われなくちゃいけないと思いますね。ですからそういう問題も含めてね、私たちとしては引き続きこの問題点を追及し白紙撤回を求めます。それからやはりこの基地の問題で言えば最大の問題は辺野古新基地ですから、この断念も強く求めていきたいと思います。今回その課題が山積している中、その会期の延長に与党が応じなかったということで、内閣不信任案を提出するという選択もあったと思うんですが、そういった強い手段を今回取らなかった理由についてこれはね、そういう選択肢もあったと思いますよ。で私たちとしては安倍政権については、早くから安倍政権打倒の旗を掲げておりますし、今の安倍政権についても信任せずという立場であることは言うまでもありません。ただですね、今の状況っていうのは冒頭申したように新型コロナ危機っていうのは続いてるわけですね。収束してない、こういう状況の下でですね、ともかくもね、国会を止めずにね、閉会中の審査という形であっても止めずに動かしていく必要がある、そのことを考えました。ですからもしもそういう不信任ということの選択もあったと思うけども、そういうことになりましたらおそらく最後の今後の国会の、閉会中の、どうやっていくかという道筋はつかなかったと思うんですね。私たちとしてはですね、これ平時だったらね、不信任案当然出すような国会になるでしょう。しかし今はですね、まだ非常事態が続いている、新型コロナが収束してないという中でですね、国民の命と暮らしを守り抜く、このためにを最優先しなきゃならないですね。最優先しなきゃならないという中でやはり考えた場合に、ベストのやり方としてはですね、会期延長を求めつつ、それを入れられなかったとしたらですね、やはり閉会中であってもですね、審査のルールを作っていくと、こじ開けていくと、審議の道をこじ開けていくと、これがやはりベストの選択だったと思っております。読売新聞の大月です。先ほど挨拶で野党連合政権について言及されていただいたと思います、はい。今回の通常国会だと、野党共同会議との、一緒に組み替え予算案の提出なり、いろんな場面で共同の動きがあったと思うんですけれども、改めてそれを振り返って野党連合政権にどうステップアップしていきたいか、所感を伺います。今日お話したようにですね、私野党共闘という点でも国会振り返ってみてたくさんの成果があったなと。で特にコロナ対応でもですね、野党が一致して組み替え案を3回にわたって出した、そしてその方向で動いたわけですよ。特別給付金もそうです、家賃支援もそうです、雇調金もそうです、その方向で動いたわけですね、実際の政治が。ですから私はね、大変な危機の下での国会だったけども、こんなにも国民の声でね、国会が動いた、そして野党の側から見てですね、たくさんの成果を上げることができた国会はなかったって言っても過言でないぐらい、たくさんの成果を上げることができた。でもちろんこのコロナとの、取り組みは今後も続きますから、今後も頑張る必要があるんだけども、そういうふうに思いますね。だからそういう流れの中で野党共闘の絆も私は強まったと思っております。だから党としては独自にですね、連合政権に向けた政治的不一致点をね、どうするのかと、安保、自衛隊、天皇の制度等々についてどういうふうに私たちとして対応していくのかということも文書にまとめて話し合いもいたしました。それから先日枝野代表とのオンライン対談の中で、やはりコロナパンデミックの体験を踏まえてね、新自由主義はもうダメだねと、新自由主義からの転換、これが共通項になりましたよね。でこれも非常に新しい動きで、私は今後の野党共闘にとって一連の旗印の中に新自由主義からの脱却、新自由主義からの転換、そしてやはり自己責任論じゃなくて、やはり人々が支え合うね、そういう社会を作っていこうという非常に太い柱がボンと立った、これは非常に今後に向けて大事な展開だと思っております。
ですか、はい、あの写真もお伺いしてですが、野党共闘に関連して都知事選のことなんですが、あの、まあ、国民民主党は自主投票にして、で、かつあと、あの支持層の重なる山本太郎さんも出馬する見込みなんですが、この都知事選をどう戦うかという点と、あとこの戦い方がその次期衆院選に与える影響について教えてください。これはね、あの最大限あの多くの野党の皆さん、市民の皆さんと共同を広げてね、保守の方々、無党派の方々とも共同を広げて勝ちに行きたいと思ってます。私はあの宇都宮健児さん、あの候補者としての人格、識見、政策ピカイチだと思っておりまして、最良の候補だと思っておりますので、勝利のために頑張り抜くというふうに決意をしております。それで、あの明日の、まあ、訴えでも少し話したいと思うんですけども、やはり最大の問題はね、やっぱ小池都政の転換ですよ。小池都政を続けさせていいのかと、私たちは転換を訴えていきたい。宇都宮さんと、宇都宮さんで変えようということを訴えていきたい。例えばね、コロナの問題もね、私はね、小池知事がやってきたやり方というのは大きな問題点をはらんでる。だってですね、東京オリンピックの延期を決めた次の日に、感染、爆発、重大事態ですか、出した。逆に言いますと、そこまで感染対応が遅れたって問題あるわけですよね。それからね、もう一つ最近のことですが、東京アラートを解除した翌日にご自身の出馬表明をやったわけですね。ですからね、こういう一連のことを見ますとね、やはりこの感染対策っていうのはあくまで科学に基づいてやらなきゃいけない。それをですね、自らの政治的思惑を優先させてやっているんではないかと言われても仕方がない対応をやってきている。そうじゃなくて、本当にですね、しっかりした科学的な土台を基礎にしたコロナ対応をやっていく必要がある。それから例えば協力金一つ取ってもですね、渡る人が3分の1とで、あまりにも絞ってしまっているという批判が強いですね。やっぱり多くの方々に補償が行き渡る対応が必要です。PCR 検査一つ取ってもね、もう十分にやってるという答弁を6月2日の都議会でやってる。びっくりします。で、 PCR は全く足らない。で、それに対する自覚がない。こういう点も改めていく必要があります。それから保健所、都立病院、これは非常に今度のコロナの対応で頑張ったところですよね。ところがこの保健所をこうどんどん減らしてきた、反省がない。だから都立病院については独法化という方向でね、独立採算、つまり民営化に近づけていくと。ですから公共的な仕事をできない方向に今でもやろうと言ってるんですね。このコロナであれだけ頑張ったね、保健所や都立病院に対してね、それをこう まさに足蹴にするような政策を抱えてるわけですよ。ですからね、やっぱり結局、まあ一言で言えば新自由主義に基づく自己責任論、徹底的にやってるのが今の小池都政。それがコロナ対応にも表れてる、福祉や暮らし切り捨てにも表れてる。これ変えなきゃなんない。そういう大きな意義を持った歴史的な選挙になると思っております。それ変えられるのは宇都宮さんだということで、私たちは、全力をかけて頑張ります。次期衆院選に与える影響についてどのようにこれ大変大事な関係になってくると思いますね。ただやっぱり都知事選挙はやはり地方自治体のあり方を問う選挙ですから、そういう選挙としてね、戦い抜きたいと思います。ただこの選挙で野党の結束結集をしっかり図って、みんなで気持ち一つにして戦うことは総選挙にもつながってくる戦いになると思ってます。河合克行案里両議員の、自民党の離党届を今日受理されました。本人たちやあるいは自民党もですね、説明責任を果たすと言っておきながら今国会閉じてしまいましたけれども、これから先どのようにこの点を追及していくのか。説明責任全く果たさずにですね、ただ離党すると、でこれは本当に許されるものじゃなくて、説明ができないんだったらやるべきは離党じゃなくて国会議員の辞職ですよ。で、自民党もですね、離党届はいはいと受け取るんじゃなくて、厳しい党としての処分をやるべきですよ。それをやらなかったっていうのは非常にそれぞれ問題だと思いますね。自民党も
ご本人たちも両方が大きな問題だと思います。でこの問題はですね、買収の問題、直接はこの問題きちんと究明しなきゃならないんだけども、やはり本丸はね、1億5000万円ですよ。1億5000万円のボーンとお金を出した。一体 何の目的でこれ出したのか、何に使ったのか、でこれが一番の本丸ですよ。で1億5000万円のお金出して、それで太鼓場を落とす、これ強い意志が働いてるわけですよ、ここには。でここをきちんと解明しなくちゃいけない。安倍政権、安倍首相自身の政治責任も関わる問題です。で1億5000万円の原資は政党助成金ですからね、国民の税金ですから、ですからこれがこの問題の本丸だということで、きちんと究明を求めていきたいと思います。それからやはりね、こういうさまざまな問題をね、もう会期末のドタバタのところでやる、これは本当に卑怯なやり方だね。この問題もそうですし、イージス・アショアもそうですよね。もう審議ができない段階でやってくる。やはりこういう問題もきちんと公明正大に国会で議論すべきだと思います。はい、ですか。すみません、京都新聞国沢です。今日冒頭で黙祷が捧げられた寺前八尾さんのことなんですが、はい、新庄も当然付き合ったかと思うんですけど、受け止めとですね、あと寺前さんが共産党に残されたもの、今に行き着いているものとかあれば教えてください。寺前さんは私にとっても大先輩で、私が35歳で職局長になった折にはまだ国会議員のバッジがありません で当時国対委員長を務めておられて、ですから私バッジがないもんですから、国会でいろいろと野党間、いや与野党間の会合があってもなかなか右も左も分からないという状況のもとで、寺前さんが非常に丁寧かつ優しくね、いろんな点で導いていただきました。それから私が国会議員になったのが1993年ですが、その当時国対委員長をやっておられて、で最初の質問から始まってね、いろいろと国会議員の手ほどきをしていただいた。とても温厚で、しかも芯が太い素晴らしい先輩だったと思います。それで忘れられないのはですね、最初の1996年の、第1回の小選挙区制が施行された時に、最後大激戦になりましてね、私も京都に応援に行きましたところ、最後ご本人の声全く出ないんですよ。ですから新さんよく来てくれたって感じなんだけど、あって声が出ないんですね。ですから私は代わりにね、全部喋って2人で回ったことを思い出しますが、やはり小選挙区でね、堂々の勝利を勝ち取ったって、という点では山原さんと並んでね、素晴らしい業績残したと思います。それで国対国対委員長に引き継いで、我が国対の伝統がさらに発展しておりますけれども、寺前さんがやった時期というのは、いわば共産党を除くの壁がきつかった時期なんですよ。で何やっても共産党を除くと、与野党間の国対委員長会議にも除かれると、野党間の国対委員長会議にも除かれるという時期だったんだけども、そういう中でもね、非常に粘り強く他党との折衝やね、国会の運営の面でですね、尽力された先輩ですね。ですから本当に不を聞いて寂しい思いで、ですが、私とちょうど30歳年が違いまして、そういう大先輩を失ったって本当に寂しい思いですが、我が党にとって、国会議員団にとってもね、党にとっても大きな足跡を残していただいたと思っております。はい、じゃあすみません、以上で終わりたいと思います。どうも、はい、どうもありがとうございました。